ち側です。あと5分で来ますよ。あと5分で。どうかな、追っかけられるかな。ずっとこんな感じで電車を追っかけられるか。これ特急ですよ、特急。特急を追っかけて取れるかどうか。いや、いいね、楽しいね。なんかもうどうせそんなに女性ポートレート撮ってもそんなに食えないから電車に変わろうかな。どうなの。いいよね、楽しいよね。北海道の電車っていうテーマだけでも十分じゃない。いや、こんなに十勝がいいロケーションあるとは思わなかった。あの、今まで万栄競馬、幸福駅、ジェリーアイスってまではなんとなくあったけど、なんと何線っていうのこれ。根室本線。こんなにとは思わなかったよ。素晴らしい。特急でしょ。特急です。この間撮ったやつ、冬に。あ、同じです。そうだよね、うん、また来なかったりしてこれ撮れたら俺、これを今イメージした通り撮れたら俺、こっちに自分の最後のカメラマンの最後をこっちに移動する。あれだもん、多分銚子電鉄もまた行かなきゃなんないからさ、来月。そういうのもあるから、いよいよ鉄道カメラマン、楽鉄カメラマン山一新であるね。いやー、緊張しますね。あの、俺のこのファインダーっていうか、この見えなくて、シャッター速くて、どこ走ってか分かんない。いやー、今びっくりした。いやー撮れたよ。さあ今書き込んでるわ、必死で。ああ、どんだけ撮ったの今っていう感じここまで終えたんだけど、実はいやー、ファインダー覗いてないとこれ撮れないわ。液晶は高速でどこにいるか分かんなくて、俺の一緒にこう流し撮りしてるあれが速すぎて、弾が長いからさ、どこにいるか分かんなくて、こっち俺の方が電車より速かった、俺の方が。いや、だけど音で分かった。音で分かりました。あ、よし、いいんじゃない。来た、こっちですよ。これでかいね。いや、すごいですね。でかいですね。おしょうらん。あ、まずは。すみません。そうです。いや、すごいメンマじゃん、これ。美味しいですね、メンマ。メンマも美味しい。右手がね、うまく使いましたね。これ見て、この色。味噌の色じゃないね。同じやん。そう、同じ。醤油もね、塩も。見た感じ、うまい。うまい。ちょっとさ、胡椒かけようかな、今日インパクト欲しいから。黒胡椒もありますよ。もうかけちゃった。ニンニクも入れちゃうかな、今日。よし、これはですね、チャーシュー麺。チャーシュー麺、緑色の丸いやつ。直樹の同点さんで、すごい良かったです。いい感じで。